1998年カンボジア国民議会選挙はカンボジア王国の立法府である国民議会を構成する議員を選出するために1998年7月26日に行われたカンボジアの総選挙である。1993年の政権議会選挙から2回目となる国民議会選挙である。前年7月の政変でアメリカを中心とする 国際社会から批判を受け、カンボジア政府は国際的信頼を大きく損なう結果となった。そのため、パリは平協定調印以来2回目となる、この選挙を自由かつ公正な選挙であったと、国際社会に承認を受けることが政府にとって重要な課題となった。その基準として、アメリカを中心とする諸外国は7月政変で、 事実上の亡命生活を余儀なくされていた、ノロドム・ラナリットを選挙に参加させるか、田舎が焦点となった。しかし、7月政変で、ラナリットを追放したフンセン首相はラナリットが非を認め、恩赦を壊わなければ、帰国を認めないとの立場を崩さず、事態は、膠着状態となった。こうした中、日本は2月5日以下のような4項目の提案を行った。 ラナリットは、クメールルージュとの関係を断つこと政府軍と、ラナリット派部隊は、即時に停戦し、同派部隊は、政府軍に再編入するカンボジア司法当局は、国王によるラナリットへの恩赦付与が可能となるように、ラナリットに対する裁判手続きを速やかに行う。カンボジア政府は、ラナリットの帰国と、自由な選挙活動を保障すること。この提案を、 セン首相が受け入れたことで、2月下旬に7月、政変以来続いていた、政府軍とラナリット派部隊の戦闘は、終結。3月21日に、セン首相がラナリットへの恩赦を容認したことを受け、同日夜に、ラナリットへの恩赦付与のお礼が下れ、3月30日、ラナリットが9ヶ月ぶりに帰国を果たした。ラナリットが帰国した。 翌日の30日には立候補資格に関する居住要件は今回選挙に限り適用されない旨を規定した国会議員選挙に関する法律追加法が国会で可決され、1997年7月以来国外に居住していたラナリットにも立候補資格が認められることになった。公式の選挙運動開始を目前にした6月21日、 国家選挙管理委員会はラナリット率いる独立、中立、平和、協力のカンボジアのための民族統一戦線を含めた39政党すべてに立候補資格を認めることを発表した。これによって武装勢力の組織を禁じた政党法第6条の規定に抵触する疑いのあったシンペックも選挙に参加することが正式に認められた。 6月24日から公式の選挙活動が開始され、翌7月24日に選挙運動が終了し、1日、おいた26日に投票が行われた。選挙の結果、人民党が第1党、分身ンンペックが第2党、3月にクメール国民党から透明解消したサムランシー党が第3党となった。諸外国から派遣された。 選挙監視団員で構成される国際合同監視団は公的な選挙運動が終了した7月24日、おおむね順調に行われ受け入れることのできる水準である旨の声明を発表26日の投開票終了後、ジャイオブは投開票についても自由で公正であったとの評価を下した。監視団の評価基準が甘すぎるとして投票日。 直前に、ジャイオグから脱退していた、アメリカの共和党、民主党シンクタンクによる合同監視団も、おおむね評価でき、比較的成功したという肯定的な評価を発表した。1998年11月30日、フンセンを首相とする新しい政府が発足した。ありがとうございます。